よし、今日はちょっと風がありますね。でもいい天気になりそう。ダメだこりゃ、急ぎます。はい、格屋根着きましたね。急いで収穫しますね。カメラも曇りも、メガネの曇りも、シャド農園の曇りです。レッツフィニッシュですね。6コンっていうのは昨日より増えましたね。15箱ぐらいいくかもしれません。今日も14ですね。時間がありません。急ぎ。はじめましての方は、はじめまして、シャダ2号と申します。今後ともご視聴よろしくお願い申し上げます。そして毎度見ていただいている視聴者の方、本当にありがとうございます。心が無心棒です。はい、ということで、いきなり今日は今から竹パウダーの件で電話してみたいと思います。はい、 H さんですね。出てもらえるでしょうか。一応まあ、具体的な内容ですね。納期とか、金額、はい、軽く、はい、発信中です。お呼び出し中です。聞こえますか？届いておりますか？私の気持ち。きっとおそらくは折り返し、折り出になるでしょう。お昼なんで、ちょうど、ご飯でも食べてらっしゃるんでしょうか。まあちょっと置いておきましょう。留守番電話サービスに接続です。そうです。はい、はい、3分以内ですね。シャタ農園のシャタと申します。いろいろお世話になっております。この留守電を聞いてから電話をいただけるでしょうか。竹パウダーの件です。はい、どうぞぜひともごひいきによろしくお願いいたします。
3分で長いですね。まだ25秒ですが、もうこの辺でやめておきます、はい、よろしくお願いします。はい、ってことですね。トロロプシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。はい、竹パウダーは、まあ、早めの方がいいのかなと思ってまして、はい、できれば、あと金額ですね。あ、そうです、私も調べました。チビ黒羽、チビ黒羽キノコバエ、なんとかチョロバエじゃなかったですね。これが本当に多いんです。で、寄生して繁殖すると、まあ、つる枯れ、立ち枯れみたいなようになるということで、相沢キューカンバーさんですね。相沢キューカンバーさんです。キュウリ作られてる方でしょうか。確か。はい。ありがとうございます。私もなんか、それで株元にちょっと、ニームオイルとかですね、椿油カスとかですね、カス汁とか、あとは、カットインアルファですね、シナモン。ちょっと株元関数やろうと思ったんですけど、ちょっと今日、寝坊ですので、無理です。今日はもう帰って、とっとと、またキュウリ詰めて、今日こそは出荷したいと思います。はい。頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんパーじゃ、また。アルピオさん、今日もマイホーム出してもらってないパターンでございますか。でも元気良さそうだね。出せ出せ。どうこのキュウリ、ヘボキュウリだよ、ピオさん。もう何でもいいんだよ、俺は食えるわよ。これなんかね、ちょっと色が悪いから。でもあれだね、しっかりしてるね、硬いね。うん、おお、こんぐらいが俺はいいな、俺には合ってるよ。それにしてもシャタ遅えな最近な。うん、いっぱいいっぱいだね、寝坊だから。お前寝坊か、お前。俺なんかうつらうつらしか寝てねえから、お前ずっと起きてる感じだぞ、お前。ああ、それに眠けりゃ寝やいいしな。気楽でいいね、ピョさん。お前そんなこと言うな、お前。お前やるか、俺を。俺が、お前やってみるか。無理だな。このマイホームには俺は住めない。だろ。じゃあ、今日も頑張ってこうな。うん。よろしく。